こんにちは、モノモースです。今日はちょっとしたニュースについて話したいと思います。それは、野村農水省の汚染水発言について、彼は福島第一原発の処理水を汚染水と発言し、その後謝罪したというニュースです。まず、彼は私は時々口は滑ってしまうと語ったこと。これは、大臣としての責任感を感じさせない発言ですよね。大臣という立場にある人が、自分の発言に対して口は滑った、というのは、ちょっと考えものです。それは、自分の発言に責任を持つという意識が足りないのではないかと感じます。そして、 彼が大臣族投を明言したこと。これについては、彼自身が反省し、改善する意思があるのであれば、それはそれで良いと思います。しかし、その反省が本当に行動に移されるのか、それは問題ですよね。私たち一般市民は、政治家の発言を信じて行動するしかありません。だからこそ、政治家は自分の発言に責任を持つべきです。そして、その責任を果たすためには、自分の発言をしっかりと考え、それが正しいと確信した上で発言することが大切です。野村農水省の発言について、私はこう思います。彼が反省しは 推しがあるのであればそれを見守るべきだと思いますしかしその反省が本当に行動に移されるのかそれを見極めることが大切だと思いますそれでは今日はこのあたりでまた次回の動画でお会いしましょうモノゴスでした